はい、こんばんは。KTC 放送局の健太店長です。朝見てくださってる方、おはようございます。今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。今日は実家です。はい。ね。まあ、ちょっと、必要な書類を取りに、帰ってまいりました。はい。まあ、すぐ帰りますけど。はい。で、今日の動画はですね、まあ、タイトル的には、どうしようかな。バカと不良はアメリカに行け。ね。こんな感じでいいですかね。はい。なんか、そんなドラマありましたよね。なかったっけ？バカとなんとかは、東大へ行けみたいなね。それのまあ、パクリです。はい。オマージュって言いましょうかね。オマージュって言うと、パクリが全部正当化されるっていう。はい。オマージュ。パロディ。まあ、なんでもいいんですけども。はい。まあ、いや、バカと不良はアメリカに行けというお話でございます。で、どういうお話かと言いますと、まあ、バカと不良って今ちょっとキャッチーだから言いましたけど、まあ、不良でいいか。はい。まあ、不良といっても、別にヤンキーとかね、そういう、まあ、なんていうんですかね、社会的に本当に素行の悪い、人たちだけを指すのではなく、まあ、日本から見て、まあ、不良品と呼ばれるような、類の、まあ、そういうふうに自覚がちょっとでもある方。別にディスってるわけじゃないですよ。僕も間違いなく不良品ですから。はい。僕、不良品中の多分不良品ですよ。もう、間違いなく食品だとしたら、僕、食中毒を起こす自信ありますからね。はい。まあ、そんなことどうだっていいな。とにかくね、そう、日本社会でですね、ちょっとまあ、生きづらさを感じてる、人たちですね。はい。そういう方たちはですね、ぜひね、一回ちょっとまずアメリカに、行ってください。はい。観光でもね、何でもいいと思います。うん。もちろん留学とか、なんかワーキングホリデーとかね、そういう制度を利用して行ける人は、そういう制度で行った方が、まあ、さらにアメリカとか、まあ海外、別にアメリカに限定しないんだけども、僕はアメリカが好きなんで、はい。まあ、そういう制度を利用していけばもっと肌でね、感じることができると思うんで、それに越したことないですけども、そういう制度使えない方はもう本当観光、旅行でいいと思います。はい。だけど、まず一回ちょっとね、日本を飛び出してアメリカに行ってみてください。はい。まあ、なんでかって言いますと、まあ、やっぱ感覚、なんか、的なものなんです。本当にこれ別になんかすごい確固たるね。アメリカ行ったからなんだってなる場合ももちろんありますけども、やっぱ日本でね、僕思うんですけど、まあ、33年間日本で暮らしてきて、やっぱりちょっとね、まあ、治安はものすごくいいですし、正直なんていうんですか、いい食住に、他の国から見たら、まあ、満ちてる。豊富にある国だと思うんですよね。衣食住が。はい。で、治安もいい。住みやすい町っていうか国だとは思うんですよ。だけど、なんていうんですかね、感覚的な面、精神的な面で言うと、やっぱ他国から見るとね、僕は窮屈さをちょっと感じてしまう国なんじゃないかなっていうふうに。まあ、これ僕の本当個人的な感覚なんで、そんなことねえよ。じゃあお前海外に住めよっていう、そういうくだらないコメントやめてくださいよ。本当に。まあやっぱりちょっとね、窮屈かなって感じる、シーンが多いと思うんですよね。で、僕だけじゃないと思うんですよ。この窮屈さを感じてる人たちって。で、特にやっぱ窮屈さを感じる人たちって、まあ、まあ、俗に言われてる不良だったりとか、あとはまあその、何ですかね。この日本のね、なんていうか、すごい頭固いじゃないですか、やっぱり。ね。この堅苦しい雰囲気に、ちょっと、俺違うかな、私違うかなっていう人たちって、やっぱ息苦しいでしょ。息苦しいのよ、実際。ねやっぱどこ行っても、大人になると、日本ってやっぱ堅苦しい場が増えますし、寒い、この部屋。うん、ねやっぱ会社組織とかね、まあなんていうんですか、住んでる町とかのさ、まあなんかいろいろとか、全部硬いのよ。ほんと、堅苦しいのよ。とにかく。はい。なんか、そういう感覚に、そぐわない人たち、合ってる人たちはもちろん全然いいと思いますよ。生きやすいと思いますよ。そういう、この日本のね、硬い、なんか頭の硬い、真面目なね、
感性がすごい合ってるな、しっくりくるなって人はいいと思うんですけど、そうじゃない人たちにとってすごくね、窮屈な街っていうか国なんですよ。でもそうじゃない人たちってやっぱ一定数以上いますし、で今までってやっぱね、そのなんかその日本の日本人としてのなんかこのあり方みたいなのにそぐわない人たちってやっぱ弾かれてきたじゃないですか。なんかあいつ変わってんなみたいな。で、どこのやっぱね、コミュニティに行ってもある程度ちょっとそういうなんか生きづらさを感じてたはずなんですよ。はい。僕がそうでしたから。で、僕は思うんですけど、本当に日本に生まれてしまったからといって、その感性、まあ日本人としてのなんかスタンダードみたいな感性に従う必要って別にないと思うんですよ。まあある程度大人になっていくと、なんかそういうところにも馴染めるような、なんか適応力みたいのは養っていく必要はあるんですけど、ここの国で暮らすんだったらね。だけど、それに染まる必要は全然ないと思ってて、で、海外の、まあ、日本以外の感覚を、早いうちからね、多分なんか知った方がいいと思うんですよ。その海外の感覚。日本以外の国の人たちの、まあ、国の感覚、空気感みたいなのを、多分若いうちからね、経験した方が絶対いいと思うんですよ。僕遅かったんで、海外行ったのが。やっぱ刺激になるし、まあ、自分の考え方的にもね、いろいろ本当影響を受けます。間違いなく。はい。で、あ、こういう生き方もあるんだ。あ、こういう身の振り方もあるんだと。あ、こんな街の雰囲気があるんだってのを、やっぱ実際テレビで見てんのと、生で感じるのじゃ全然違うんで、観光でもいいんでね、ちょっと一回騙されたと思ってアメリカに行ってほしい。はい。まあ、僕は正直生まれた街がやっぱ工場地帯の、本当ザ工場地帯のね、もう奥地で生まれたんで、で、そこで育ったんで、まあ結構やっぱ働きに来てる外国人の方が多くてね、で、その家族の方も多いんで、やっぱまあ自分の周り友達とかも外国人がやっぱ多いんですよ。外国人って言い方も嫌だけど、だからまあ日本以外の感覚みたいなのを、まあ、ある程度なんか、一緒に育った感じはあったんで、まあ、やっぱいいなって思ってたんですよね。こういう感覚でいれる、なんか、人たちっていいなっていう。まあ、やっぱラフだしね。明るいし、日本人と比べるとやっぱり陽気ですよ。なんかこれ、日本だけ特別陰キャ なんじゃないかなって思っちゃうぐらい、なんかアメリカだけじゃなくて他の国なんか、日本で比べると全部陽気な人が多い、かな。まあ、全員が全員そうじゃないんだけど、はい。まあ、やっぱ日本人よりかは陽気な人が多いかなっていう。で、まあ、僕初めて海外行ったのが、まあ、俺はアメリカしか行ってないんですけど、アメリカ4回行ってて、まあ、初めて行ったのはね、20ね、多分4、5だったと思うんですよ。結構遅くて。24、5で、まあ、グアムだったんですけどね、ほんと近っ端で。で、初めてアメリカに行って、まあ観光地でなんで、日本人も多いですし、どちらかというと、現地の人よりか観光客の方が多いんだけど、それでもね、やっぱり日本以外の空気感みたいなの、しっかり感じれましたね。いや、いいなっていう風に、なんかみんなね、楽しそう、正直。なんか小さいことはあんまり気にしない感じ。はい。で、それが100いいとは言ってるわけじゃないんですけど、あ、そういう生き方もしてもいいんだってのを若いうちに知った方がいいんですよ、絶対に。じゃないと日本に押しつぶされちゃう人が多すぎるんでね。本当に。別に日本に押しつぶされる必要なんかないんだから。日本が無理だなと思ったら海外行っちゃえばいいんだからね。いくらでもね、方法なんてあるんだから、それを早いうちに見つけてほしいですね。本当にね、僕の、まあ、リスナーさんもそうなんですけど、そう、SNS をやるようになってから、いろんな人からいろんな相談とかをもらうんですけど、なんか日本のコミュニティじゃなかったらそんな風に心をね、精神病む必要なかったのになって思う人いっぱいいるんですよね。で、やっぱ中にはそういう人で、やっぱ海外に移住してる人も結構いますし、だから早いうちから知った方がいいと思うんですよね。で、僕、まあ最初の1回、2回目はグアムだったんですよ。で、まあそこでも十分、まあいろんな刺激を受けたんですけど、3回目からカリフォルニアに、行きまして、まあ動画にもしましたけど、まあタトゥーコンベンション、カリフォルニアゴールデンステートタトゥーエキスポ、ね、2019、2020と参加したんですね。で、一応日本のタトゥーアーティストの方と一緒に行って、まあお手伝いじゃないですけど、っていうかお手伝いなんか僕ほとんどしてませんけど 一緒にまあちょっとそのね、
なんていうんですか、アーティスト側として参加して、まあ、1週間ちょいか、1週間強滞在して、はい、まあ、2年目の方がちょっと、1日2日長かったんですけど、まあ、大体1週間ちょい滞在して、で、まあ、グアムにね、本当に3日4日観光で行くよりかは、ちょっとまあ、長く滞在して、で、まあ、安いモーテルに泊まって、まあ、地元のスーパー利用して、まあ、暇の時はブラブラ街歩いて、で、まあ、タトゥーコンベンションの会場ではね、いろんなタトゥー好きの外国人の方と触れ合ってっていう感じで、まあ、ちょっと行ってきたんですけど、まあね、まあ、いろんな刺激受けますね、やっぱり、本当に。僕は本当アメリカのなんかすごいおおらかな感じ、まあ、特に西海岸だったからっていうのがすごいあると思うんですけど、別にアメリカ人全員がね、全員そんなおおらかでね、陽気かつてはそうじゃないんですけど、だけどまあ、そういう人が多いし、で、僕が行った西海岸は特にそうだったんですけど、いいですね。なんかもう本当に小さいこと気にしないし、周りの目をあまり気にしない感じ。もちろんアメリカにも差別や偏見ものすごいありますよ。日本よりかも色濃いところももちろんありますし、だけど、やっぱなんて言うんですかね。もうこれは、なんていうんですか、人間の気質的なもんなのかわかんないけども、やっぱ日本よりかね、周りの目を気にしない、気にしないというよりか、気にしないでいられる環境みたいな感じ。なんて言ったらちょっと難しいんですけど、すごくね、やっぱね、気持ちが楽なんですよね。まあ、暮らしたわけじゃないからね、お前暮らしてねえだろって言われちゃうかもしれないんですけど、それでも一週間ちょいいて、やっぱり、すごく楽だったんですよ。言葉が通じないのにこんなに、なんていうんですか、気持ちがリラックスしてられる。よっぽど日本にいる方が、もうなんか、精神的に、なんか苦痛を感じてるんですよね。僕だけなのかわからんけども。でも一緒に行った人たちもやっぱいいな、いいなっていうふうにはね、言ってました。だからまあ、あの空気感を、もう若いうちにね、経験してほしいですね。はい。日本がちょっと、俺あんま合わねえなって思ってる人いたら、早めにやっぱ体験してもらって、あ、そっか、やっぱこんなね、なんか違うんだな、国一個、海またぐだけで。で、そういうね、なんか、生き方があっていいんだなっていうふうに思うと、多分すげえ楽になると思うんですよ。だからといってね、海外に住むってまたこう治安も悪いし、いろいろね、仕事の問題もあるから、そう簡単にはいかないけども、だけどその自分のね、居場所として、なんか海外、まあアメリカだっても何でもいいんだけども、そういう場所があるんだなっていうふうに、知っておくだけで、全然多分生き方変わると思うんですよ。まあ若いうちにね、10代のうちにそれが発見できれば、英語勉強して海外で仕事しようとかね。僕実際地元の知り合いでいますから、高校を卒業したんだっけな、あいつ高校を卒業したんだかしてないんだかちょっと本当にわかんないぐらいのやつだったんだけど、まあ英語に目覚めてね、まあそれはただ単純に海外のアーティストにめちゃくちゃのめり込んだってだけなんだけど、それで英語めっちゃ勉強して、最終的にアメリカの語学学校に通って、今どこだ？外資系で働いてんのかな？まあいい生活してますよ。しばらくたまにアメリカ行ったりとかしてね。そう。あんなに、まあ正直学力も高くなくて頭も悪くてパッパラッパーだったのに、びっくりしたね。だからそういう風にね、若いうちに、なんか海外への可能性をね、出会ったり、あ、ここ、私、僕、もしかしたら日本よりか、適している場所なのかもしれないっていうのが分かると、選択肢めちゃくちゃ広がるんで、僕みたいな親父になってからそれが分かったところで、まあやっぱりね、留学とか、まあそれそもそもワーキングホリデーでも行けないし、だから早いうちからそういう可能性をね、知ることはいいことだなと思って。で、本当もう日本なんて世界地図から見たらこんなんだからね、こんなの。ね、僕ももちろん日本好きですし、まあ一生日本に住むつもりですけども、本当そのね、まあ、世界地図から見たらこんなとこですよ。ディスってるわけじゃないよ。で、もしね、この日本の環境が合わなくて、ここで押しつぶされそうになっちゃってる人たち、こんな小さいところに押しつぶされる必要なんかないんだってっていう。もっと広い世界がいっぱいあるんだから、ね。もうゲームで言ったらマサラタウンだよ、日本なんてまだ。
さ、もう初期の初、もう初歩の初歩ですよ、本当に。生まれた町なんだからね。別にそこに固執する必要ないし、そこの感覚に絶対に服従する必要はないから、早いうちに知ってください。ね。もちろん日本いい国で、俺は正直日本大好きだけど、はい。まあ、感覚的なところで言うと、やっぱちょっとまだ頭固いかな、古いかなっていう、古き、ね、良きもの、なんていうんですかね、すべてがね、良きものじゃないから。まあ、わかるでしょ、俺が何て言いたいか。はい。とにかくね、まあ、早いうちに、海外に行って、なんかそういう刺激、いろんな刺激を受けたら、僕はすごくいいと思います。なので、ちょっと日本違うかなって思ってる人いたら、まあ、別に日本から引っ越す必要ないけど、一回行ってみて、刺激を受けてきたらいいと思いますっていう動画でした。長々とすいません。というわけで、KTC 放送局の健太店長でした。さよなら。もう暑い。